リンリンハローパラレール、リンリンパラレールのリントです。はい、ということで久しぶりのドラクエ動画ということで、今日はね、ハウジングとドレスアップ、私がやっているものをねちらっと見せていこうかなと思って、ドラクエ久しぶりに起動してというか録画している状態になりますね。はい、ということで、ただいま私の自宅、オルフェアの住宅村からお送りさせていただいております。こちら3階ですね。じゃあお家から見ていきましょうか。で、こちらのハウジング動画はね、私の再生リストドラクエ10というところから見れるはずです。はい。で、コンセプトをね説明しながら見ていくと、コンセプトはね年中ハロウィンです。私がハロウィン大好きなので、ナイトメアビフォアクリスマスの、ジャックがね研究しているようなお部屋をイメージして作成したのがこちらのお部屋でございます。お部屋お家でございます。こちらが3階でね、ジャックが研究している感じで、本を見ながら、ノートを取ったりとか、あとはここでね、魔女の鎌で実験してみたりとかという感じで書籍がいっぱい、あとはクリスマスを研究してたのでクリスマスツリーをね置いてたりしましたね。あとはハロウィンっぽいもの、あとは研究になんか使いそうな感じの、まあアメジストですけどね、これもねとかをちょっと置いてみたりしてみます。ちなみにアメジストの原石を置いている理由は、私の誕生日石がねアメジストの原石らしいっすよ、調べたら、っていうだけの話でございます。はい、3階はこんな感じ、書籍がいっぱいっていう壁と、こっちも書籍がいっぱいっていう壁と、まあ寝たりもするのでベッドと、落ち着いたりするのにここに、こんな感じでね、紅茶を飲んだりって感じですね。なんかハロウィンっぽい感じのドレスにしておきますか。よし、はい、こんな感じですね。ぐるりと見ていくかな。正直ね、多分こっちから見た方が見えやすいんじゃない。はい、こんな感じ。はい、冒険はせず基本的にということばっかりやってますよ。じゃあ次行ってみましょう。そして着せ替えドールというものがございまして、今まで気に入っている着せ替えのアイテムをこちらに置いてますね。まあ今着ているこのハロウィンのドレスと、お気に入り2にしているやつですね。これこれ。と、はい、アルタン星人ですね。っていうのを部屋の上に置いております。なんか普段着にしときますか。いつも私が着ている服に。はい、そしてこちらが2階です。2階を降りると、エントランスになっていて、下に続くという感じですね。はい、2階はね、ちょっときらびやかな感じであり、物悲しさを演出する形をとって、明かりでふわーっとさせております。まあ、シャンデリアとかね、この炎が置いてあったりっていう感じですね。はい、そして、私が大好きでやまない、自称私ネルゲルでございますので、ネルゲル様に囲まれております。こっちを見てもネルゲル、こちらを見てもネルゲル、そしてこちらを見てもネルゲル、そしてあそこにロトの剣とロトの盾が置いてある理由、あとロトのゴルゴールとかね、ある理由としては、ネルゲル様がね、はい、ロトを継承したという形を私の中でとってます。継承してたっていいよね。そしてここ誰か触ったな、これにしておいてほしいな。よし、でネルゲル、そして私が座るお席があそこにございます。そこにいるネルルちゃんがねシャワー浴びてますね。はい、こんな感じで、はい、こう見ると分かりやすいかな。はい、円卓を、円卓ではないけどね、
卓を囲んでいる状態ですね。はい、そして実はね、私の魂、リントの魂の別種族はね、ウェディなので、ここにウェディのぬいぐるみを置いていっております。ウェディって見れるんだっけ？不思議な、なんちゃう、妖精の姿見で見れるのかな？あ、そうそう、ネルゲルの衣装もございますよ。これどれで見たらいいのかな？おしゃレシピで、装備中の装備にして、装備中着ているマイコーデにしたり、そしてポーズを普通の立ち絵にして、種族を変えます。はい、私ウェディですとこんな感じの見た目ですね。パツキンなのは、デフォです。でこっち側はね、よく髪型を変えます。その時の好みで髪型を変えます。今はこの髪型でも、基本的にはリントちゃんは、おなごです。はい。これがデフォですね。はい。で、そこにいるネルルちゃん。実はこのネルゲルはね、魔王でございますので、倒されてしまっているんですが。なので、ネルルちゃんというのは、この私が愛してやまない、ネルゲルの、転生した姿で、女性として転生したという形ですね。なので、俺様口調です。そろそろまぶたが落ちてきたんだけど、お前のペット俺が使っちまうぜと買っちゃった。それで俺に何の用だ、なんか用か、用なのかね。ああ、用があるから俺に、俺を頼れよと。かっこいいっすね。かわいいんだ。そしてかっこよくてかわいいんすよ。メルルちゃん。うちの、メルルちゃん。かわいいエルフの女の子。はい、まあ2階はこんな感じですね。一応ここからベランダに行けますが、ベランダは面白くなってないので割愛します。では1階はこのような形になっております。西洋風と言ったらいいんでしょうかね。そしてうちの、執事のうちのメイドさんですね。メイドさんのうちのもう一人、アタモさんですね。これはカンコレから来てますね。割とカンコレのアタモさんに出るのではないでしょうか。私がカンコレで一番大好きなキャラクターですね、アタモさん。うん、何が好きかは言わないですよ。おっ、おっ、いいですね。はい。そして下はこのような形になっていて、玄関からね、見るとこんな感じになってるわけですよ。どうですかね、この滝があり、そしてこのね、このレリーフ、闇の領海のレリーフ、これかっこいいんすな、かっこいいんすな。で領海があり、こちらには皆様がメモを残せるエンジェルチャイム、そしてこちらにはドラキンの写真立て、絵はがきを見るとこのようになっております。冥王ネルゲルド、冥王ネルゲルド、おめというね。はい。あ、せっかくなので、ネルゲルの服着ますか。どうですか？ネルゲルっぽくないですか？ネルゲルっぽい服は2つございますね。これが以前作った、ネルゲルっぽい感じに作ったやつ。こっちの方がネルゲル感がより増している服ですかね。あと、ネルゲルをモチーフにしたドレス。ロングスカートが可愛いっすよね。この辺りは後で見ていきましょう。で、まあ、お宝箱が置いてあったり、まあ、鎧が置いてあったりっていう形でございますね。そして、花が生えていたりという形のお家でございます。ちょっと神秘的な感じのお家ですね。では、最後、庭を見ていきましょう。お、気をつけろよ、リンと。はい、気をつけます。はい、そしてお庭がこのような形です。うちの、ドラキーハロリンちゃんですね。よしよし、徹底したハロウィンですね。はい、こちらもハロウィンの、かぼちゃの畑ですね。今は花も何も植わってませんね。そしてすごい可愛くて好きな、ガゼボじゃなくて、これ
お花の浮いた噴水というやつね。すごい好きですね。可愛くないですかこれ。可愛いっすよね。可愛いっすな。はい。そして、真ん中にはこのような形でウェディの像が置かさっておりますと。はい。で、うちの、メイド長ですね。マナちゃん。これはね、元ネタは、ユキオですね。はい。そして、外から見ると、こんな感じ。どうですか？美しくないですか？私んち、美しくないですか？ドラクエやってる方は全然遊びに来てくださって構いません。はい、こんな感じでね。はい。見れるわけですよ。どうです？どうです？美しくないですか？イメージとしてはね、これもね、お城をイメージしてますね。ちょっとディズニー感はちょっと強いですかね。はい。あそこで気球が浮いていたりしますね。はい。でね、2階はあんまり面白くないんで見せませんよって言ってたんですけど、2階があれですね。クリスマスツリーと、グレイツェルというね、キャラクターがいるんですけれども、グレイツェルが置かさっております。そしてハロウィンのね、ちょっと物が、こんな感じで。置いてあるという状態の2階ですね。あそこがベランダですね。あのクリスマスツリーが置いてあるところ。はい。そして私のサブのお家がここにありますね。はい。ちょっとサブ最近育ててないんであれですけど、ニンジンちゃんのお家ですね。庭は全くいじっておりません。ニンジンちゃんのお家じゃないね。すずさんのお家ですね。すずちゃんかな。はい、ぬいぐるみまみれです。ぬいぐるみしかないっす。ひたすらぬいぐるみが置いてありますね。こんな感じでちょっとメルヘンチックな感じのお家でございます。では最後に私の着ている服、あとドレスアップをしている服をご紹介して、今回は動画終わりとさせていただきましょうかね。で、そう、ドラクエはね、やってないけれども、見たいよっていう方もいらっしゃっていて、ドラクエをね、リントと振り返るドラクエ10という形でね、まあ私は振り返るだけなんですけれども、皆様は初めてそのストーリーを見るということになると思って、そのあたりをね、一緒に見ていけたらいいなと私は思っております。皆さんとドラクエ10をね、楽しんでいきたいなと。なので今までのストーリーを、追跡することができるのでね、ちょっとそのアイテムを後で置かなきゃ。じゃあドレスアップを見ていきましょう。まあ、まずはね、私のおっと、さあこの真ん中にして、カメラを起動しましょう。はい。私の一番のお気に入りデフォルトのリントちゃんの、まあ、私の、衣装としている状態のものですね。実はこれフィギュア化もしてますね。私が手作りでフィギュアを使っているだけですが、これもフィギュア化の衣装に使っているものですね。はい。ぐるりと見ていきましょう。はい。踊り子のスカートにトランプボレロの上という組み合わせですね。そして、靴がロリータでしたかね。頭にパピヨンの、コサージュみたいなのつけてますね。パピヨンのリボン、トランプボレロの上、トランプボレロの上だけどトランプボレロ、そして踊り子のスカート、そしてパピヨングローブにロリータシューズですね、という形になっております。というかここで見た方が分かりやすいですな。特に目の装備だったり顔アクセというのはつけていない状態がデフォルトになります。メガネをかけさせることもあります。メガネをかけさせる際なんですが、装備する際に、登録した部位だけを切るという形にします。で今
ピアスだけつけている状態にはなるんですけれども、これを装備を、例えば今頭の装備でつけているものがダークグラスというものになるんですが、これをダークグラスではなくぐるぐるメガネとかにしてみると、メガネをかけた状態になります。こんな感じでぐるぐるメガネではあるんですが、ドレスアップをしているためぐるぐるメガネではない状態の見た目になりますね。あとはこれ、マジカルメガネ、マジカルメガネはね、攻撃魔力を上げるものなのでバトマスの時ではつけることはあまりないですかね。あとは死神のピアス、これはねそのままつける状態なんですね今。あとは鬼神の眼光、こちらもピアスになっておりますね。あとはアクセルギア、こちらはメガネとさせていただいてます、アクセルギア、こちらはねバトル中稀にすぐ行動できるよというものですね。あとはこちら V ジャンプの仮面というやつですね、つけると、パリピなメガネになりますね。占い師のマスク、これは多分何かのドレアで使っていたようなものですね。まあいつも通りダークグラス装備しておきましょう。ではじゃあ次、お気に入り2ということで、こちらもねトランプボレロを使いたくて作ったドレスアップですね。レースのミニハットに、トランプボレロの上、新宅のローブに、飛竜のグローブ、そしてトランプブーツという形になっております。こちらもねロングスカートという形ですね。次、ハロウィンドレス、こちらはですね、アストルティアクイーンコンテストですとかね、に私が、応募した時一番最初かな使ったものです。こちらはパピオンクラウンに道化師の服の上、トランプのローブ、トランプじゃないや、月のローブの下、魔法の手、パピオンヒール、そしてトランプピアスという状態になっているものですね。でこちらが、ネルゲルの一発目の方ですね。はい、こちらは、悪魔の双角に、マスカレードスーツ、これはね悪魔の双角というのはネルゲルがつけている角ですね。あそこのネルゲルさんがつけている角、はい、で、マスカレードスーツ、そして奇術師の靴という形で、こちらが新しく作って、ネルゲルさんと結構似た感じになったやつですね。はい、こちらの方が、悪魔の双角パレードウェアの上、クイックパンツの下、奇術師、奇術師ブーツにヴァンガードグローブ、そして死神のピアスという形ですね。そしてこちら、ネルゲルドレスということで、ゴージャスティアラ、ジャスタースーツ、王宮魔導士のローブ、パピオングローブ、ロリータシューズ、リーネイヤリン、結構パピオン系使ってますね。そしてこちらがバルタン星人っぽいやつ、これはこれでねいいんじゃないですかね。ゴージャスティアラじゃないこちら、聖剣者のミトラ、絹のローブの上、闇騎士の鎧の下、山猫グローブにマスカレードブーツ、そしてニヒロなサングラス、そしてブラックマジシャンがある風のやつですね。この辺から、全部読み上げていくと大変なんで、こうぐるりと回していきますか。はい、こんな感じですね。かなりブラックマジシャンガールっぽくなったと思います、これはね。でこれがポケモンイメージドレアというものがございまして、ポケモンイメージをしてシェイミっぽい感じをね作り、各所に花が添えられている状態ですね。指にもお花、耳にもお花、頭にもお花、そして足にもお花で、マジシャンですね。これ切ると実はおっぱいが大きくなります。こんな感じでね、はい、まあマジシャンでありながら、まあハロウィンイメージってやつですかね。次はパジャマ、パジャマ風のコーデですね。寝巻きっぽくないです、可愛くないです、まあと言っときながら足に思いっきりブーツ履いてますので、ね、そして次がサイバー、サイバートランスな感じをイメージして作ったやつですね。頭にゴーグルをつけて、サイバーっぽい感じの色にしてますね、青い感じで、なんか腰にはねいろいろポーチがついてて銃とか持ってそうですね。はい、では次、
戦闘民族、はい、戦闘民族ということでね、こちらは本当に戦闘ガリッガリやりそうな感じの見た目を、想定させて作ったものになりますね。はい、次ウェディードレス、こちらはウェディの、衣装のうちの一つですね。こう黒く染めたものですね。ウェディのパレードというのを使用させていただいております。で次が王者、仮面ライダー王者をイメージさせていただいて作ったものですね。はい、どうですか、仮面ライダーっぽいですよね。どうですかね。そして次がミク風ということで、初音ミクっぽい感じをイメージして作ったものです。こんな感じの衣装を、初音ミクが着てる服がございまして、フィギュアがあったのかな。そのフィギュアを見ながら作りました。弟チンが持ってましたね。はい、では次チョコボ、はい、完全にチョコボです。チョコボ風ガッチャマン的な感じの服ですね。これはこれで可愛くて気に入っております。そして次はジョータロウ、空城ジョータロウをイメージして作ったドレスアップでございます。どうですか、空城ジョータロウ、濃いでしょうね、濃いでしょう。うん、次格ゲー風ということで、格ゲーによくいそうなキャラクターねをイメージして作った格ゲー風のやつ。そしてロイヤル、まあ、これはね、本当にただロイヤルマントを使っただけのコーデではあるんですけれども、結構気に入っております。可愛いですよね。そして、カイリユニということでね、これはね、うちの弟カイリ君と一緒に作った、ユニフォーム衣装です。お揃いの衣装になっていて、色が違います。カイリはオレンジだったかな。で、私はちょっと紫の濃いめなやつですね。あと、マルサンユニということでね、マルサさんという方がいるんですけれども、マルサさんと、一緒に作った共同ドレアのうちの一つでございますね。かわいいですね。次カウガール風、まあカウガールってほどカウガールではないんですけれどもね、正直これは何を使いたかったかっていうと、ランデン作業トップスを使いたくて作ったドレアですね。そして次和服、まあこれはもう見てからの通りの、見るからの和服ですね。そして次、バニーちゃん。まあ、その通り、バニーちゃんですね。で、そして次が、ウサミン。デレステの方にね、登場するウサミンというキャラクターのね、弟がウサミン推しなので、そのウサミンを作った状態になります。で、次、新種生物。まあなんか、新しい生命体っぽい、すよねっていうドレアです。なんか奇妙な感じにしてみました。個性爆発ですね。そして影山、これはですね、ある方と一緒に、キックホッパーパンチホッパーをやった時に作成させていただいたドレスアップのうちの一つ、パンチホッパーに変身する影山を意識して作ったドレスアップです。そしてパンチホッパー、仮面ライダーパンチホッパーをイメージしたドレスアップでございますね。そして最後は忍者、まあ忍者風の衣装ですね。それ以上でもそれ以下でもございません。はい、そしてお気に入りに持っておきましょうということで、はい、このような形でドレスアップ作成させていただいております。最後にあれを設置したいなと思ったんですけど、持ってるんだけどね、この思い出映写機というやつね。これでアリヒヒの旅の思い出を映し出す機械ということで、今までの冒険をね、軽く見ることができます。それをどこかに設置して、いずれは皆さんと一緒に、追体験をしていきたいなと思います。皆さんはね、初めて見るものにはなるとは思うんですが、一緒に過去の、旅を見ていただけたらなと思います。ということでね、今回は、ドラゴンクエスト10、の私のハウジング、そしてドレスアップをご紹介させていただく、動画でございました。いつかはその追体験の動画も一緒に上げていきたいですし、追体験の動画が一通り終えられた頃には、皆さんと一緒に新しい新ストーリー、新ダンジョン、あとはやっていないクエスト等をね、皆さんと一緒に遊んでいけたらなと思います。ぜひぜひドレスアップと、ハウジングの何かリクエストとかがね、まあ、ハウジングはちょっと買えないから、どちらかというとドレスアップですかね。ドレスアップの
リクエスト等ございましたら皆さんのドレスアップリクエストいただけたらなと思います。そしてドラクエをやっている方は一緒に遊べたりすると楽しいなと思っております。なのでね、私は、3779丁目、マッシュルーム地区の、6番地に住ませていただいております。よかったらね、ハウジング等見に来てくださればなと思います。はい、これからもね、ドラクエ動画出していこうかなと思いますし、私の原点はドラクエ10でございますので、今後ともドラクエ10、私のミントよろしくお願いいたします。ということで以上になります。よかったら、グッドボタンやチャンネル登録、拡散だったりね、コメントだったり、どしどしお待ちしているのでよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あと、ツイッターもやっておりますので、概要欄よりフォローお願いいたします。